大橋選手がスーパーフライ級の新人王、そしてミニマム級の新人王の竹田そら選手ということで、馴染み深いカードになりましたね。そうですね。なんかすごいですね。共に、大橋選手とゆかりがあるというか縁がある中でいうと、まずは高校の同期になります小林選手は、これどういったボクサーになりますか？どういったボクサー、前デビュー戦でも解説させていただいたんですけど、本当かっこいいボクシングで、ボディ打ちとあとアッパーが得意とするボクサーで、近距離でも遠い距離でもできるんですよ。打ち合いも打ち合い上等みたいな、打ち合い上等やし、こう足使って、こう遠いところからいきなりステップして攻撃したりとかも、そうなんですね。できる選手なんで、そのあたり今回どういう戦い方をするかというのは一つ注目、対する青のグローブ S&K ジム、いきなり伸びいきなりましたね。第1ラウンド、まだ1分経っていません。鋭い踏み込みでしたね。これ宮本選手、武田選手聞いてますか、どうですか？いや、まだわからないですけど、見た感じでは足も動けているので大丈夫そうですか？大丈夫そうです。ただこの大橋選手からの解説ありましたけども、早いですね。早いですね。ダウンを取ってからもその距離を一気に詰めてパンチを繰り出す小林。右に発目、やばいな。この第1ラウンド早くも2回目のダウン。ちょっともうちょっとこれねえ、ほんま早いからこれはあるいは第1ラウンド中の決着ということもあるかもしれません。いやでもね、武田選手もこう動いて、もうクリンチ使ってもいいと思うんで、もっと落ち着いてこう右もう一発。ただ武田もここ距離取らずに詰めてますよね、ところどころ。いい、結構こう右入ってるんで、ね、小林選手はハンドスピード、それと踏み込みのスピードも速いので、相手にとったら見にくいと思います。左のアッパー入りました。まだ50秒あるんでね、右打ち割りを狙っていったのは武田。ダランとガードを避けて、じーっと武田の目を見つめます小林。プロ3戦目とは思えぬこの余裕。でもね、この今はこう2回ダウン取ってあれですけど、やっぱりこう8ラウンドあるんでね、小林にとっては右強烈、ガードの上からでも効いているか、ダウン。そしてここでレフェリーが止めました。なんとなんと A 級初戦第1ラウンドで試合を決めてしまいました。早いな、ボディーかな、ボディーやね。これで全勝街道をまだまだ突き進むことになりましたけれども、さて高校同じ同期の大橋哲郎選手どうでしたか、ね、今の試合。もう喋りたいことたくさんあったんですよ。はい、まず入場曲渋い長渕剛さんの巻いてるんでした。落ちるのも強いんですけど、ゲームも強いんですよ。あ、そうなんですか。いやでもなんか同じ同期としてホッとしました。新人王を全く寄せつけなかったというそんな試合になりましたけども、宮本さんどうでしたかこの試合。いやー、正直びっくりしましたね。すごい踏み込みの速さと、もう安定した強さだと思います。これが一つ目のダウン、そしてこれが二つ目のダウンだと思います。また二発、一発目と似たような感じで入ってるんですね。フェイントですねこれ多分。あ、そうなんですか、多分何回もこうボディにも散らしてたと思うんで、目線を多分若干下にして。あ、今の左ですか。あ、こう右ストレートの時に若干軌道を下に、このボディからも若干軌道をこう下にしながら上に来るみたいな。下にしながら、ボディや見せかけてこう、ストレートやみたいな。あ、そうなんですね。多分感じのストレートかな。なるほど。ただ第1ラウンドで試合を決めてしまうというこの小林豪樹、この先が非常に楽しみな選手が出てきましたけれども、さてここまで3試合解説いただきましたお二人、一言ずつもらいたいと思います。まずは解説2戦目になりました大橋選手、解説いかがでしたか。いやー、この8回戦もうちょっと喋りたかったんですけど、でもこう
武田選手も東京でもう何戦もしてますし、はいはい、全日本取った実力者なんで、はい、で小林選手は、3戦3勝ですね、これで、はい、3戦3勝 2KO ということになりました。まあこのまま負けず、はい、まあ僕も同じ同期として負けれないんですけど、はいはい、まあこれからも切磋琢磨して一緒に頑張っていきたいと思います、はい、宮本選手初解説でしたけどもいかがでしたか。非常に、ハラハラドキドキするような試合が、3戦ともあって、見ているこっちが、硬くなるような、試合でした、はい、解説も、楽しみました。ありがとうございます。では最後お二人一言ずつ今後の抱負目標を教えていただいてお別れしようと思います。では大橋選手からお願いします。そうですね、まあ、前回タイトルマッチさせていただいて、まあ、負けちゃいましたけど、まあ、自分自身こうまだまだ伸びしろあると思ってますし、さらにまた、上を目指して、頑張っていきたいと思いますので、これからも、新生ジム盛り上げていけるように僕も頑張ります最後の最後のカメラ目線ありがとうございますさあ宮本選手も今後の抱負お願いします。次戦は、6回戦になると思います。6回戦でまた、いつもと違った、スキルアップした自分のボクシングっていうのを見せていきたいと思います。ここまで3戦連続1ラウンド TKO 勝ちですから、そのあたりの期待もあると思いますが、どうですかそのあたりは。まあ、そういった期待も感じながらも、また、その期待を超えれるようなまた KO できればと思います。羨ましいっすよ羨ましいっすマジで。なかなかこう解説じゃないと聞けないねお二人の側面も見られましたから、はい、ファンの方も楽しめたんではないかと思います。ここまでの放送の解説、新生ジムの、宮本浩平さん、そして大橋哲郎さんにお越しいただきました。お二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後までのこの後のメインイベントもどうぞお楽しみください。